皆様に質問です。あなたは今なりたい自分で生きていますか？こんにちは。神奈川県日蓮宗明成寺住職の本領圭介と申します。なりたい自分がある、でもなれない自分がいる。多くの人が悩み、一度は考えたことある、いや今も向き合っている問題かもしれません。6月2日このスマ寺でなりたい自分になる方法について私はお話をしたいと思います。皆様はいつ幸せに生きていきたいですか？明日ですか？明後日ですか？亡くなった後ですか？僕は今生きている間に幸せになる方法を皆様に届けたいと思っています。6月2日幸せになる方法、自分らしく生きていく方法をお話をいたします。